松平信子松平信子7月15日昭和44年5月8日は松平常世の夫人である。公爵、鍋島直弘の四女で、娘に秩父の宮妃、節子、姉に梨本の宮妃逸子がいる。海名は、連月因伝和公名誠実信大師である。明治19年、鍋島公爵家に生まれて、裕福な環境で育った。 母栄子が外交官に嫁ぐことを望んだため、旧合津藩主、松平片森の六尾恒夫と婚約する。家族女学校卒業後の明治39年秋、19歳で単身東治して結婚する。丁名皇后に仕えて、その信頼を得、宮廷内に大きな発言権を有していた。学習院の同窓会組織、常磐会では会長を務めた。 昭和30年代には、東宮内でご教育参与として使えた。秋人新王の非候補には来た、白川慶子を推薦していたが、その後秋人が、翔田道子との結婚を決めたことに際し、日は家族すなわち学習院出身者に限るという慣例を主張して、高淳高校や洋人氏新納妃、節子、信人新王妃、菊子、梨本逸子、 柳原白蓮らと共に激しく反対した。しかしこの婚姻に昭和天皇が理解を示したこともあり、その後は表だって批判することはなくなった。ありがとうございます。